皆さんこんにちは、レイチェルです。ずっと前から今までいろいろな英語でたまごっちのビデオを YouTube には投稿しました。今回練習ために初めて日本語で話します。間違いの言葉なら申し訳ございません。ちょっと緊張するな。今日たまごっちユーニーのついて話します。このたまごっちたくさんことはできるけど、これは短いビデオですからいくつかの機能を紹介します。じゃあ始めましょう。真ん中ボタンを押すと画面にはたまごっちが部屋にいるんです。左ボタンを押すとお世話メニューが見える。でも左ボタンを長押すと時計は見えます。じゃあメニューの一番アイコンは招待設定です。招待は選択するとお腹とハッピーのメーターをチェックできる。たまごっちはお腹空いたときは食べ物をあげてね。こっち。それから汚れたらお風呂に入りさせてください。それから学校とか仕事とか忙しいとスマホでたまごっちシッターを呼ぶ方がいいよ。たまごっちシッター来た。たまごっちをちゃんとお世話しないと死んでしまいますよ。じゃあバイバイ。お金を稼ぐためにゲームセンターでゲームを遊べる。私の一番大好きのゲームはバーガーショップです。遊び方教えます。お客さんは呼ぶとハンバーガーをすぐにあげてください。10人お客さん後、ゲームを勝ちました。やったー。お金ももらいました。それから、もし友達がたまごっちユニを持っていたら、友達と通信して遊べるよ。たくさん通信して、友達リストをいっぱいにしようね。あ、忘れるところだった。これは私のかわいいたまごっちのポーチ。たまごっちはポーチにいるともう遊べることは便利です。じゃあ今回の紹介はここまでですね。見てくれてありがとうございました。じゃあねー。